上等、勇者かっこ悪い、謝りなさい、ディアディナ。今の言葉だけは絶対に言ったらダメ。たとえレインが許したとしても私が絶対に許さないから。出てきてくれ。ビアでいいよ。ビア、浮かない表情してるけど
どうかしたのか？ちょっとね、センチな気分になっちゃってるみたい。もうキャラバンのみんなと会うこともないんだろうし、ピアに赤ちゃんを抱っこさせてもあげられないんだなって。パニーニャ、あ、勘違いしないでね。自分の選択、後悔なんかしてないから。ただそれはお腹の子の未来にもつながっていくことになるんだよね。私たちと同じか、それ以上に辛いことに立ち向かっていかなくちゃならない。そんなこの子を置いて私たちがいなくなっちゃうってことがね、無責任すぎる気がして、すごく辛くって。君の言いたいことはよくわかるよ。俺だって寂しい思いをしてきたから。生まれてくる子もきっと同じように感じるかもしれない。でもそれは俺たちだけに限ったことじゃないって思うんだ。普通に子供を授かる夫婦だっていつまで生きて守ってやれるかはわからない。病気とか事故とかいろんな理由でいきなりいなくなってしまったりする。こればっかりは誰にもどうしようもない。でもだからこそ、その時その時惜しみない愛情を注ぐ、それが親ってものなんじゃないかな。伝わると思うんだ。たとえ短い間であったとしても、お母さんやお父さんが自分のことをどれだけ愛してくれていたのか。生まれてくるこの子はきっとその思いを受け取ってくれる。俺はそう信じてるよ。そうね、私の方がお姉さんなのに、なんか弱音吐いちゃってごめんね。いいさ、そんなの。支え合うのはお互い様だよ。受け止めてもらったらなんだかすっきりしちゃった。やっぱりレインは私にとっての最高のお薬だね。あなたがいてくれたらきっと大丈夫ね。ああ、何か不安があっても俺がついてる。だから安心してくれよ。ならぬことがある。夢と五つの狭間より、虹の剣を返して過疎劇声をこうして送っております。そうまでして伝えねばならぬこととは。魔人は未だ健在です。やはりでしたか。うすうすと予感はしておりました。力及ばず申し訳ありません。いいえ、そなたに非はありません。元を正せば全て私の弱さ、あのものをあのように歪めてしまった私の至らなさが招いたことなのです。イリス様、マジエクリプスの憎悪は再びこのアガレストを席巻するでしょう。ですが希望は残されています。希望そのもの、暗き絶望のただ中から己がソウルの輝きを知るべに立ち上がる、指し示すまばゆきその光は、あまたの思いを束ね、紡ぎ、
希望に至る道を歩む。その者、虹をかける者なり。希望の虹をかける者。そなたたちの育む新たな命は、希望をもたらす架け橋となる。延々と続いてしまった歪みを終わらせる、その可能性を秘めた勇者なのです。俺たちの子が、時代の勇者、虹をかける者、そして俺たちの息子。負けるもんかよ。俺は父さんと母さんの思いを受け継いでいるんだ。イーリス様が夢でお告げを。俺は見たよ。赤い髪を振り乱して、歯を食いしばって、それでも諦めようとはしないで、真っ暗な闇へと向かって、まっすぐに突き進んでいく、あの子の姿を泣きたくなるくらいに、勇ましくて、いじらしくて、誇らしかったよ。生まれてくる子が、どれだけ過酷な運命に立ち向かわなくてはならないかは、俺には予想もつかないし、そばにいて助けてやることもできやしない。だけど私もあなたと同じ気持ちよ。せめて一緒にいられる間だけでも、この子を大切にしてあげようね。辛いことが待ち受けていたとしても、へっちゃらだよって笑い飛ばせる強くて優しい子に育てようね。ほんのちょっぴりでもいいから、私たちの思いが思い出としてこの子のソウルの糧になってくれたらいいな。ああ、そうだな。はじめまして。私たちのあなたの名前はね、ラルク。ラルクよ。ラルクは眠ったのかい？ええ、やっと。ちっとも泣き止んでくれないんだもの。また病気って心配しちゃったわ。もしかすると俺たちのせいなのかもしれないな。赤ん坊は親の気持ちに敏感って言うからね。俺や、もしかすると君の感じている不安や緊張、そういったものを感じ取って泣いちゃったのかもしれない。否定はできないわね。正直なところ不安もあるし、怖いとも思うもの。こっちにおいで、ハニーニャ。いよいよ明日なんだな、ラルクの初めての誕生日、そして継承の儀式の日は。そうね。乙女の二人や他の仲間たちもお祝いと立ち会いのために来てくれる。結婚式の時以来が、あっという間だったな。うん、あっという間だった。君を妻にめとって、あの子を授かって、わたわたしながら必死に育ててきて、なんとか明日を迎えることができる。ありがとう、ハニーニャ。そしてごめん。え？継承の儀式を経て
歴代の勇者のソウルは受け継がれてゆく。俺のソウルはあの子へと受け継がれて、最後の使命を終えた俺は眠りにつく。それは死ぬってことだ。悔いはないよ。勇者になった時からいつかこの時が来ることは分かってた。だけどハニーニャ、君に同じ使命を背負わせてしまうことが、正直俺には辛くてたまらない。当代の勇者の花嫁として、時代の勇者の母親として、愛しい君のソウルを、人生そのものを奪ってしまうことは。あいた！妙にしんみりしているなって思ったら、なんとまあ今更な。あなたって本当にそういうとこだけはパパになっても変わらないわね。あのな。いいのよレイ。え？そんなこと気にしなくたっていいの。だってあなたの妻になるって返事した時から、私とっくに決めちゃってたもの。残りの人生全部あなたにあげちゃおうって。パニーニャ、勇者のあなたがそのことを気にして私のために思い悩んでくれたことはすごく嬉しいわ。女としてそこまで大切に思ってもらえて涙が出ちゃいそうなほど。でもねレイ、私だって乙女よ。羽衣をまとった時から覚悟してた。勇者の花嫁に選ばれるにしろ、乙女として講師を託されるにしろ、全てのソウルを時代へと捧げて死んでゆく。それが乙女の使命だというのなら、思いっきり完璧にやり遂げてやるってね。正直賭けみたいなノリだったけどね。だけどリスクの見返りは十分にもらったわ。パルシアもクンカもとても可愛くて、いつも一生懸命出会えてよかった。あの子たちと同じ乙女として旅ができて嬉しかった。キプラもローズやリフル、ヘルちゃんもみんなみんな素敵な仲間だったって思う。戦いはきつかったけれど、それよりもたくさん楽しい思い出をもらったもの。中でもレイン、あなたとの思い出は私にとってどれも刺激的で素敵だったわ。刺激的？ええ、そうよ。年下のくせに妙に堅苦しくって、いっぱいいっぱいの中で頑張っていた。弟みたいな勇者様が可愛くってからかったり世話を焼いていたつもりが、本気で好きにさせられちゃったもの。結婚して夫婦になって子供を産んで、ずっとあなたの隣にいて私幸せだった。今こうしてこんなことを語ってる時さえたまらなく心地よい気分でいられるのよ。うん、俺もだよ。君とパニーニャと一緒になれて、たくさんあったかい幸せをもらってる。父さんや母さんの分まで愛してもらえて、満ち足りた気持ちでいられるんだ。なら最後までそれでいいじゃない。二人でとっても幸せな気分のまま最後まで使命を果たしちゃおうよ。この気配、まさか。見つけた。輝きが色あせていたって、ちっちゃくったって、どっちも丸わかりだよ。だって僕をあんなにひどい目に遭わせてくれた憎き勇者のソウルだからね。さあ
返しの時間だよ。出ておいでよ。まとめて仲良く殺してあげるからさ。やっはっは。間違いない、あいつは魔人だ。そんな、復活の気配は感じ取れないって聞いていたのに。それだけ巧みに隠れていたんだと思う。隠れながらじっくりと力を蓄えて、今この時を狙ってきたんだ。子供を授かったことで戦う力が衰えつつある俺たち二人のことを、そしてまだ歴代のソウルを継承する以前の勇者として不完全なあの子の命を。そんなこと、ああ、絶対にさせないよ。俺の大切な家族はこの手で守ってみせる。レイン、パニーニャ、君はここにいてくれ。嫌よ、私も一緒に戦う。だって私は乙女で、常に勇者を助けることが。それは違うよ、パニーニャ。今の君は当代の乙女である以前に時代の勇者の母親なんだよ。君が今一番に案ずるべきはあの子のことだ。役目を終えようとしている俺じゃない。でも大丈夫だよ、俺はまだ勇者で、そしてあの子の父親でもあるんだ。絶対に負けられないよ。あの子のそばについていてやってくれ。怖がらないように抱いてあげてくれ。そしてもしも最悪の時が来てしまったら。分かってるつもり。だからもう心配はしなくていいから。だからお願い、無事に戻って、またあの子を抱いてあげて。分かった。魔人エクリプスよ、お前を倒した憎き勇者はここにいるぞ。さあかかってこい。